どうも、料理のお兄さん、リュウチです。はい、今回はですね、ちょっとお野菜を使ったおつまみ的な、料理なんですけども、悪魔的にですね、バクバク食べちゃう悪魔のツボニラですね。はい、ちょっとね、辛い系のですね、ちょっと生のニラを、漬け込む、料理なんですけども、こちらがかなり皆さんに評判良くてですね、じゃあ動画にしようかなと、そんな考えです。まあ、火も使わないでね、簡単なので、皆さんぜひ作ってみて、いただきたいなと思いまして、これからちょっと、パパッとやっていきます。それでは作っていきます。まずですね、ニラは、よく洗ってください。よく洗った後に水気を切ってください。そうしましたらですね、3、4センチの幅で切っていきます。これぐらいかな、これぐらい、はい、こんな感じ。そうしましたらボウルを用意して、こんな感じガサガサっと入れちゃいます。はい、そうしましたら、調味していきます。まず、味噌です。僕は全部合わせ味噌を使ってます。小さじ2杯入れます。はい、あとお醤油ですね。お醤油が小さじ1です。あとお塩小さじ4分の1ぐらい。あとうまみ調味料ですね、まあ、味の素ですね。味の素が小さじ3分の1で、一味唐辛子が小さじ半分ですね。で、ごま油が小さじ2で、あとニンニクですね。おろしニンニクがまあ大体半かけ分もあればいいと思います。これをですね、よく揉み込みます。味噌がね、ちょっと溶けにくいので、ちょっと手で、よく揉み込んでいきます。皆さんは、ね、手袋とかした方がいいですよ。はい、僕は自分で全部食べるのでやっちゃいますが、よーく揉み込んでください。味噌が、全体に行き渡るように。味噌が固まっちゃうと味にばらつきが出てしまいますので、よーく揉み込んであげてください。はい、まあ、こんな感じですね。これでもちろんこのままでも食べられるんですけども、と1日ぐらい置いてね、一晩ぐらい置いてしんなりさせた方が、どっちかというと美味しいです。今日はですね、このまま食べます。はい、盛り付けていきます。おすすめは一晩置いて、食べていただくことですね。はい、悪魔のツボニラの完成です。はい、それではですね、悪魔のツボニラ完成しましたので、食べていきたいと思います。これね、本当にお酒と合わせるのが好きです。はい、今日は一番搾りと一緒にいきたいと思います。いただきます。より研究会やっててよかった。これですね、ま、マジでうまいですね。はい、まあ味噌の、本当はねこれね、豆板醤とかで作るのが一般的なんですけども、ちょっと豆板醤ご用意してないところも多いかなと思って、まあ家にあるだろう調味料でやったんですけども、むしろそれが功を奏してですね、本当に味噌の、コクとですね、唐辛子の辛みっていうのがですね、かなりうまく調和してですね、ものすごいいい味を醸してしまう。あとね、味の素が結構入ってるんでね、うまみもバッチリです。で、ふっとごま油が香るので、これですね、本当に、まあ、僕今ちょっとビールでやってるんですけども、飯でいけますね。はい、これさえはですね、ご飯ね、丼で3杯出ますね。なのでですね、お酒飲みの方は晩酌で作っていただいても結構ですし、お酒飲まれないって方はですね、本当にこうご飯のおつまみ、ちょっとキムチ的な感じで、食べていただくのもものすごくいいかなと思います。すいません、ちょっともう一口食わせてください。これマジでうまいです。料理研究家やっててよかった。それではまた今度。それではですね、今回の料理美味しそうだなと思った方、または作ってみたいなって思った方はですね、チャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。